どうもー、藤田です。はい、ということでね、今回おすすめするナンバーはこちら。ドスンと。プロ野球ファミリースタジアム。ファミスタのね、最初のやつですね。こちら1986年12月10日発売された、ナムコさんからのゲームですね。当時僕は9歳なんで、小2ぐらいですかね。もちろんファミリースタジアムと言ってるんで、野球ゲームですね。こちらね、ファミカセ全タイトルを通して売り上げベスト10入りしているほど売れてますね。もうね、これね、ファミコの中ではもう完成形の野球ゲームと言っても過言ではないですね。もう永遠やってましたし、そして対戦もできましたしね。続々新作が出ましたね。86が最初なんで、86、87、88、89、90、91、92、93、94まで出てますからね。そして、スーファミからはスーパーファミスタになってますからね。なんで、スーパーファミコンが終わるっていうのも誤解なんですけど、スーファミまではもう、ファミスタ、もう野球ゲームといえばファミスタと言っても過言ではなかったでしょうね。はい、それでは、ファミスタ見ていきたいと思います。プロ野球ファミリースタジアム86ですね。リセットボタンを押すと、カキン。それでは、じゃあまあ、僕が好きなやっぱ阪神で、T ですね、タイガース。パスワードこれね、4桁だから適当に入れても入っちゃうんですよ。法則性があるしね、さらにね。ナムコスターですね。ピノがいるチームですね。マユミス。もういきなりホームラン32本ですからね。ピッチャー以外、すべてホームラン打つ可能性がありますからね。ピッチャーもなくはないですけど、ほぼないんで。ちょっと待って、あれ、やばいやばい、三振とか。あぶね、わかりますか？ちょっと流しましたけど、押されましたけど、ホームランですね。決まりましたね。バースまでホームランで繋ぎたいですね。これか、代打ですね。誰がいいんだっけな、ちょっとこれ記憶にあんまないんですけど、柏派とか。まあまあいいんじゃないですか？ 3 割近くあって。あー、でもまあまあヒットです。これいいんじゃないですか、これ。ランニングホームラン行くんじゃない？あー、セカンド行ったから、じゃ行かないか。スリーベースですね。バースですね。これはもう、あー、でも、ゴロになったか。じゃちょっと残しておきますか、ルイに。二塁三塁ですね。さらに、掛布。掛布もすごいですからね。おー、行ったか？これ、すげえ強いんですよ、阪神、マジで。あー、決まりましたね。そして、守備の方に回ります。マッピーですね、まずね。この影を追ってきゃいいんですよね。まあ、こんな遅いことはありないですけど、まあ、取りやすいですよね。はい、やはりこのファミスタは素晴らしいと思うんですけども、ベースボールもね、一番最初の野球ゲームにしては素晴らしいんですけども、そして、選手の能力ができて、守備もできるようになって、フライとかもね、影があって追って取れるみたいな、それも素晴らしいと思いますよね。萌えプロとかも、あれはあれでね、ピッチャー目線の視点でいいんですけど、フライとか早すぎて取れないですもんね。そのバランスがいいですよね。本来球ってそんなゆっくり来ないんだけど、ゲームとしてすごいいいアレンジだと思いますよね。ベースボールでもありましたけど、塁に出て、まあ、ファーストが例えばボールを持ってて走ったりすればアウトになるんですけども、挟まれた時っていうのはタッチしないとダメじゃないですか。そこをね、縫って初心者相手だとうまくかわして、まあ塁に出れば1点入るみたいな技もありましたけどね。まあこれはね、ほんと永遠と対戦してましたね。ビックリマンチョコとか、あっぱれ大将軍チョコとかを食べながらやった思い出がありましたね。あとね、二人用でコンピューター相手だとね、ほんと、一回の表で10点入ったりもしちゃうんで、二つのコントローラーを使い、一人でやるっていうのも結構好きでしたね。あとウォッチモード、コンピューター同士の対戦も見ることができるんですけど、それはあまり見なかったですけどね。二人用にして一人でやるっていうのが結構熱かったですね、自分の中ではね。でね、選手の名前っていうのもあったんですけど、もじってたんですよね。だから実名っていうのは今、野球ゲームの当たり前かもしれないですけども、当時はそういうことではなかったんですね。だからそれ風のやつとか、例えば萌えプロであると、実名を使ってるけど、実際の選手とは関係ないとかで、ちょっと無理やりとか、説明があったりとかしましたよね。という、野球ゲームの中では思い出の強いプロ野球ファミリースタジアム、
初期なんで86でした。富士富士。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。富士富士。